はい、皆さんこんにちは、時足です。今回アマゾンで買ったのが、夏ということでね、こういったスマホを自ら守るという、お自ら守るという防水機能のなんだ、カバーで、こっちは、まあ、反応性の高いデジカメの防水。本当は海の中でね、撮影したりとかしたいと思ってるんですけど、本当にできるかどうかちょっとよく分かりませんが、買ってみました。これをこいして開けると、私のは一応 iPhone7 プラスが入るようなものを買ったんですが、さすがにね、実験するのに iPhone 今使ってる現用機なんでね、自分の中で万が一のことがあってはいけないので、中に入れるのは少し手持ちの古い機種、Galaxy Note を入れて撮影してみようかなと思ってます。はい、装着してみました。ギャラクシーノート2を入れるつもりだったんですけど、ちょっと具合悪くて、入れたのはギャラクシー 6S かなをちょっと入れてみました。こんな感じ。ちょっとね、iPhone7 プラスが入る大きめのサイズなので、ちょっとあ、ダメだ、動かないっすね。なんとか。でも操作しづらいな。そうでもないのか。こんな感じ。で、カメラ。なるほど。こんな感じ。続いてデジカメを入れてみると、こんなブカブカな変な状況になってますね。しかもこれ望遠部分が本当に撮影できるんだろうかなという疑問は残りますね。これ電源を入れれる。電源入りましたね。電源入って操作はしづらいかも。なるほどね。ここの、円形の部分が映ってますね。ということは少し望遠にしてやると、なるほどね、輪っかは消えてしまいますね。こんな感じ。一抹の不安は残りますね。Thank you.
はい、というところで、海水浴場から帰ってきました。まあ、結果的には防水は機能してました。商品は悪くない。使ってみて分かったのが、やっぱりこの真夏の外の太陽光線、なので、このビニールに入れてしまうと何が取れてるのか画面で確認できないので、撮影録画ボタンを押してるのか、シャッターボタンを押してるのか、シャッター押せたのかというのが、分からなかったです。防水的には OK でも、まあ、使い方もう少し自分自身が工夫せんといかんのかなというふうに思いました。まあ、次使う機会があるのかどうかは分かりませんが、以上です。ご視聴ありがとうございました。